はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、アーチェでございます。ベンキさんの、三国志10パワーアップキットのパート73に行きたいと思います。とりあえずね、任務を受けて出世をね、名声とね、地位を上げようというところですね。工房に、あれがいますね。技術の経験をあげたくないかい、親戚の職人が手伝い探しないと、その依頼ごとこなせば上がるってさっと、いや、まあいいでしょう。とりあえず技術をね、バッカバカ上げていきましょう。お金がね、あんまりないんでね、どちらかというともこのね、100で10日を100をね、しつこく繰り返すとね、お金の心配はないんでね、俸禄入ってくるんでね、どん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 ね。ああ、各家がなくならはった。ああ、牛歩か。宗忠。誰だろう。ねえ、もうそんなこと言ってる間もないんでね。ただこれね、やるとね、日にちがね、かなり進んじゃうんでね。日にちがね、進んじゃうんで、あ、孫翼来たわ。何か用か。ね。はい、技術の行きますよと。どんどんね、技術やってね、出世をね。孫成様が他界されましたと。あら、人のこと言えないですからね。ね、技術もどんどん上がってきましたね。どんどん出世をしていきましょう。名声はね、出世したらね、必要ないんじゃないのかなと。あ、孫策様より、もう本当にね、孫策もね、お前酒が入ったということで酒盛りですね。よいしょ。というわけで、ちょっと孫策のところ行きましょうか、さっきね、報告よりもね。これまたちょっと、よいしょ、調査がなかなか簡単に行けないね。とうとう210年超えましたね。もうこれ220年までいくとね、かなりね、衰退していく一方になるんでね、あんま良くないのかなという気するんですけどね。どうなんでしょう。よいしょっと、はい、調査来ましたよと。もう孫策さんね、会ってくれないのに来いって言うんでね、かなり強引な方ですよね、あの人ね。お便器ではないかと。特に言うね、あまり任務に熱心でないという噂を聞いている。あ、全くとは言われなかったか。これからもっと励んでくれて、いや、やるっちゅうねってね。あ、任務の期限が迫ってる。これ出るだけで1日かかんのか。あと7日。あ、まあ、なんとか間に合うか。はい。報告しに行きましょう。やっぱりね、信頼から上げたらダメなような気がしますね。狙った人ばっかり信頼から上げた方がね、いいかもしれないですね。おぉ、130ね。480。あ、3品間まで残り9。あ、いいですね。いいですね。もう3品間慣れますよ、これね。技術させてもらいましょう。あ、お任せくだされとね。ということでね、バッチブーですね。誰も来てくれないですね。工房行って、あ、総研、ちょっと会話しておきましょうか。ね。あんまり会話してくれないですけどね。はい、技術どんどんね、していって、出世をしつつも次の義兄弟を探すという感じですね。よいしょ。どん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 技術していきますよ。ああ、課題の長幕、ああ長幕なくなられましたね。あ、刀柄もなくなりましたね。てか刀卓生きてるの、まだ刀卓の弟が亡くなりましたよね。ねえ、
ていうことで、名声を上げるためには何したらいいんでしょうかね。名声を上げるためにはね、あ、調査病が出ちゃった。はい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 、さあ報告ね、行きましょう。でお許しくださるとね、中席としてふさわしいと、で三品官に昇格しましたよとね。続けて任務でね、これはもうね、あら治安と商業しかないの。あ、どうなのかな、政治か。じゃあ治安悪いな、治安やらせてちょうだいと。で、自宅に戻っても誰も来ないので、三品館か、三品館だけど名声が低いな。まあとりあえずね、豚女行って、あ、孫欲がいるわ。談話しましょう。あ、でも孫欲とはこれ以上仲良くなると辛いな。3しか上がらないのか。やっぱり名声上げる努力しないといけないかな。名声上げないとね、なんか周りが助けに来てくれないですもんね。ね、3しか上がらないで辛いですね。ちょっと名声上げる努力しましょうか。うん、これはちょっと辛いわ。時間ばっかり経つわ。また来いと。あら、もう孫作さん寂しがり屋ですね。あら。またちょっとこれね、調査に行けないの。あ、ここでね、ちょうどねこの地図とね重なりやすい場所はね行けないんでしょうね。人が頑張ってるのに邪魔するっていう感じですかね、我が君はね。はい、お、精を出してるようだな。これからもよろしく頼むぞとね。いいじゃないですね。いいですね。あ、せっかく来たんだから、ちょっと、孫将ね、会話していきましょう。なあ、もうね、なかなかね、難しいですね。じゃあもう帰還してですね。せっかく3ピンクになったんでね、もう、ちょっと名声と出世の方を考えましょうか。知力があったら俗に絡まりにくいんでしょうかね。まあ、あ、そういう意味ではなんかあんまり絡まれないですね、便器さんね。あの総評さんめっちゃ絡まれたんですけどね。あ、これは知力の差か。そうかもしれないですね。治安の報告しときますか。お選びくださるとね、あんまりいい感じじゃないんで、ちょっと名声上げましょうかね。ああ、高尊度がなくなりましたね。もうバンバンなくなっていきますね。依頼事あるかな。算術を教える。政治魅力か。なんでこんなしんどいのしか出てこないんだ。魅力、知力、あ、知力でいきましょう。市場にいますと。引き受けましょう。市場行って。10日間必ず見つけ出してやるってかっこいいですね。もう結構です。お手間をかけてすみません。見つけると言っておきながら申し訳ない。かっこよかったんですけどね、失敗しちゃいましたよ。偉そうなこと言って便器さんね言ったんですけどね、がっかりですよと。あれ、揉め事の仲裁は契約経験、出物の捜索ね、もう一回行きましょう。リベンジですねこれね。市場で頑張らせてくださいよと。高祖軍前が陣を作ったということですね。ああよかったわ、見つからないと。いいですね。これで何歩ほど名声が上がるのかなと。
ああ、名声が4上がったか。あれ、総評さん、なんであそこまで名声上がったんでしょうね。総評さん、名声1000まで行きましたもんね。依頼事ばっかりであそこまで行くもんなのかな。政治は苦手ですけど、知力よりマシですね。よいしょ。工房でしょ。はい。ああ、もう名声のこと言ってられないかな。間違っておりました。あ、ちょっともうダメだわ、これ。ちょっとね、素直にね、出世ばっかりをしましょう。ね、私の面目丸つぶれですよと言われちゃいましたね。じゃあね、ちょっとね、技術させてもらっていかがかなと。よし、技術やりましょうね。もうね、技術ばっかりしましょうね。一品かぐらいになったらね、勝手に名声つくでしょうね。ああ、女英も死にましたね。曹操の配下ですよね。ああ、じゃないわ、董卓の配下ですよね。お、技術が習得可能ということは誰かに教えてもらわないといけないのかな。技術は任せにしたいというところでしょうね。誰か技術を教えてくれる人おんのかな。もう一回やってみましょう。あ、春になっちゃいましたね。211年の春になっちゃいました。表情が始まりますね。孫策か、また来いってか。孫策、えらい孫策から来ますね。お、便器トップいっちゃいました。頼もしい限りだよと。はい、相変わらずですね、人材には満足、領土守備しましょうと。ちょっと後ろ向きですよね。内政工場、後ろ向きですね。意見はしませんと。報告ね。これほどの成果を上げるとはと。引き続き任務を受けましょうと。高齢で技術やりましょうね。お任せくだされと。で、技術を習得したいんですけども、ちょっとその前にね、孫策さんがねうるさいんでね、ちょっと孫策さんのとこ行きましょうか。ちょっと孫策さんうるさいですね。まあ、ちょうど営業も仕掛けもかん、ね、球場行ってですね、面会。孫郎さんちょっと会っときましょうか。ああ、そうですかと。孫策さん会っときましょうよと。ね、特に用ということはないと。精を出してるようだな、これからも頼むぞって。おお、それだけか。お金ちょうだいよ。じゃちょっと営業しておきましょうかね。修繕さん、談話しましょう。お、それなりにね、なんかね、いけてるような感じですかね。あ、孫路。ね、ちょっとね、便器さん、魅力が悪いんでね、辛いかもしれないですけどもね。佐治さんね、佐治先生ね。それなりになんかね、結果が出てきてるのかなあ。また佐治先生、もういい。まあ、めんどくさいな。どうもその、あ、佐治に話断られるってなんか屈辱ですね。よし、さて、
ですね、じゃあね、技術をね言われてるんで、まあ自宅は何も来ないか、工房行きましょうか。技術ね、お、まあね、族がね攻撃しましたかね。上々の守備だと。技術を上げたいんですけどもね。あ、搾油は技術ないですよね。あ、贈呈じゃない。政略？商業？あ、商業持ってんのか。でも私は商業は取れないんですよね、まだね。そういうわけで、談話してね、技術やっときましょう。あ、流砲が孫権軍に入りました。あ、孫策軍に入りましたね。あ、じゃあね、ちょっと時間も超えましたんでね、ちょっとこの辺で終わっておきたいと思います。弁慶さんでね、三国志天のパート73ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。